多分海水があったかくて、うん、空気が冷たいけんじゃない、うん、珍しいぞ。今の来るかよ。どっちか。すらんでこれ絶対。うわすごいこれ。釣れや。おはようございます。つれつれ団です。これは今何をしているかと言いますと、空気と海水との気温差で海面にもやみたいなのが発生して、それが珍しくて綺麗なので今写真を撮っています。あれですわ。お、こうちゃんのすごいね。あれアップしちゃうか。アップするよ、ちょっとだけ。なるほど、そういうことか。新鮮に送らんのか。最近は風や波の日が多くてなかなか釣りに行けなかったのですが、ようやく1ヶ月ぶりに釣りに行けたので、その時の様子をご覧ください。さて、魚は釣れるのでしょうか。おはようございます。今日は12月11日、まだイカは釣れるんでしょうか。ダメ元でやってみます。安全確認します。スマホ OK? OK よ。天気予報も OK。 いただき、ライフジャケットも着けてます。じゃあ頑張ります。 OK、 頑張りましょう。お、当たったか、違うんか。なんかちょっと怪しかった。こりゃ、コイカパターンじゃね。コイカパターンですよ。はい。ほら、まだ。テクニックは。まだ。あの音にたまげちゃいけんよ。手乗り、手乗りコイカがまだできるとは思わんかったね、この時期に。はい。皆さん。うわ、コイカじゃない。なんでこりゃ。いいじゃん、剣先じゃない。剣先じゃ。おお、冷たー。船の中に入れてください。おい、いいじゃなくて。イエーイ、やりました。美味しいやつ。イソンチューカーはまたクリームだね。おー、来たー。おー、あ、抜けた。うそー、あー、なんだまだおるんでない。魚か。魚だった。なんか重さなかったね。重なかったよ、これ。あはは、当たった。あほら。軽いよな。うん、まあ大きいもんじゃないけどね。まあ、まあ、マジか。うん。来た。おお、やりました。正体はエソ。エソか。食べてきたのね。食べたのかな。おかげよ、エソがおかげよったのかね。うん。そう。お、来た。お、うまい。エソか。正体はエソ。エソ。エソね。ああ、なるほど。お、危ない。危ねえ。またた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 たもういいでしょうかね。どうでしょう。ほらー、ごめんね。はい、はい。問題だね。問題だね。行きましょう。うん。おい。リリース。帰って、帰って。帰ってよ。問題でした。死んだことでるんじゃない。釣れた。釣れたよ。おい、怖いもんじゃん。やったイエーイ。これがあるか。イエーイ。おー、イエーイ。ペラ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 。イエーイ。イエーイ。だいぶか。
ということで、カワハギも釣れることなく、結局この日の釣果は逃がし忘れたケンサキイカ1匹だけになってしまいました。でも久しぶりに釣りに行けて、心も体もリフレッシュ、楽しい一日でした。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた。